今回は輸送艦国崎を見学してきました。 Ladies and gentlemen, welcome to Neko Niwa Channel。 皆様こんにちは、Neko Niwa Channel の赤瀬です。以前2024年度はクレッチ砲隊の艦艇一般公開を予約なしで見学できるという動画をアップしたのですが、早速赤団が見学してきたのでレポ動画を作ってみました。今回ご紹介するのは輸送艦国崎です。国崎は大隅型輸送艦の3番艦で、海上自衛隊の輸送艦は自衛隊の人員、装備、作戦用資材などの海上輸送、水陸両用作戦を主任務とするほか、災害派遣、国連平和維持活動など多種多様な任務に従事します。お正月に元旦初日の出クルーズで初日の出を見たのですが、その時にダイヤモンド国崎として初日の出を演出してくれたのがこの輸送艦国崎です。それでは早速見ていきましょう。
ちら輸送用エアクッション艇エルキャックを格納できるスペースとなっております。エルキャックとはホバークラフト式の揚陸艇です。空気を艇の底にあるラバー製のクッションに送り、圧縮して海面に吹きつけることで艇体を海面よりも浮かせて進みます。最大約 1.2 メートルほどを浮揚するため、多少の障害物なら乗り越えることもできます。ある程度の斜面を登ることもでき、東日本大震災では瓦礫が残る岸壁に乗りつけて支援物資を運び入れたそうです。そうなんです。ちょっと難しいです。風力風力と風力ですね。実はちょっと浮いてます。不思議浮いてて、はい、そのまま風だけで行くっていう感じですね、うん、なので外力の風が強すぎたらちょっと、もう風とで、さっきも言ったんですけど浮いてるって言ったじゃないですか、はいはいはい、浮いてるっていうことは波の影響が凄まじいんですよ、はい、波の影響、風の影響をめちゃめちゃ受けるので、はい、運転が難しいっていう話ですね、うん、ベタなぎで無風だったら、はい、あの簡単みたいなんですけど、簡単に外力が、うん、風も、はい、影響を、もろに受けるという。もろに受けます、ね、その強すぎる風に抵抗するにはプロペラを逆に回したりとか、なんかそういうのしたりするんですか。スラスター、バウスラスターだったりとか、そのラダーを切り替えだったりとか。これプロペラだと前後で、そのラダーなんとかだと横とかになったりするんですか。そうですね。ああ、なるほど、はい、あの4本あるんですけど、プロペラの後ろにあの 羽があるんですけど、まあ、と、あとはバウスラスターの形ですね。推進機構そうなんですよ、ね、まあでも、50% なんで、こいつの変身が高いんですけど、ああ、ごめんなさい。こっちが操縦室みたいな感じですか。そうです。左が、左じゃないか。まあ、左ですね。こっちの、はい。なんか、列車みたいな。電車みたいですよ。貨物列車っぽい、なんかこう、なんか。上陸も想定してます。上陸も想定してます。人が乗って、なので、はい、陸も行けるんですよね、はい、砂浜、はい、砂浜とかだったら行けるんですよね。それはその風の勢いそのままでザーって行く。そうです、おーそのまま上に上がるんです、はい、車輪がついてるわけ。そうなんですよ、すごい、すごい、ザーッと周りの人からめっちゃ危ない。いや、風がすごいんですよ。まあ、ですね、風を動かしてます、うん、はい、風がすごい強い風がある。動力としてその、そうですやってるわけだから、ものすごい力がこうバーッとなってるわけだから、後ろに持ったらもうめっちゃ飛ばされる。砂の、はい、砂が目に入ったりとか。すごいです。そうです、
かがでしたか？皆様も良い週末をお送りください。それではこの辺でバイバイ。ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンとチャンネル登録